エンターテインメントの未来、ナンバー、I、平野紫耀がマクドナルド CM で新たな一歩を踏み出す。多様性と希望をテーマにした社会へのメッセージ。期待と興奮が高まる中、3月上旬よりナンバー、I の平野紫耀がマクドナルドの新 CM に出演することが発表され、この CM がてりたまの期間限定 CM なのか、それとも新たなトレンドの始まりなのか、ファンの注目が集まっている。商業業界。デジタルハリウッド大学の TVCM では、平野紫耀が自身のライフスタイルを表現した30秒のウェブ広告でファンの心をつかんだ。その後、60秒バージョンが2月16日にミュージックステーションで放送され、非常に好評を博し、ソーシャルメディアでトレンドになりました。また、28日発売のクラスマガジン特別表紙版では、ナンバー、愛の岸優太が初のソロ表紙を飾り、プライベートインタビューや Q&A も掲載される予定で、岸優太への願いや思いも明かされる予定だ。2024年、新たな始まり、岸優太のハイセンスな魅力にファンも魅了されるかもしれない。撮影中、彼女はドルチェ&ガッバーナのジャケットを含む多くの高級ブランドの最新のルックを着ているのが見られ、彼女の外観に深みを与えました。これはまさにアーティストたちの多様性と豊かさを象徴しています。さらに東京ドームでの全アーティスト出演コンサートも控えており、さらにパワーアップした新たな一面が見られることを楽しみにしている。しかし、彼らが最も大切にしているのはファンへの感謝の気持ちです。彼らの心のこもったメッセージは、コンサートに参加した人たちへの感謝の気持ちの一つでした。さらに、ナンバー、愛のメンバーが大手ファストフード会社のハンバーガー CM 出演の内定も報じられた。週刊女性によると、これは広告会社関係者からの内部情報だという。同番組には過去にジャニーズ事務所のタレントが多数出演していたと言われているが、その中でナンバの3人が選ばれたのは流行や流行の影響だったと広告会社の責任者が語っていた。多分そうです。昨年世間を騒がせ、木村拓哉の仕事にも影響を与えたジャニー喜多川氏の刑事問題に関する報道も多かった。同社としては、積極的な採用にはまだ慎重な姿勢が伺える。これからのエンターテインメント業界では、アーティストは多様性を尊重し、社会にポジティブなメッセージを発信することが求められます。ナンバー、愛のメンバーが新たな一歩を踏み出し、その象徴として注目を集めているのは言うまでもない。今後のさらなる発展を楽しみにしています。